ここから質疑応答に入らせていただきます。 Q&A 機能を使ってご質問よろしくお願いいたします。回答者本日は2名です。株式会社サクラクレパス中央研究所大城とコニカミノルタジャパンセンシング事業部吉岡様の2名でございます。はい、ありがとうございました。では、ただいまより質疑応答に移らせていただきます。ではちょっとセッティングしますので少々お待ちいただけますか。すみません、お待たせしました。では、ただいまより質疑応答に移らせていただきます。一桁に関する質問は、弊社さくらクレパスの方から、よろしくですね、色彩系関係 の、 問い合わせのコミカメノリタ、の、様からちょっとご回答させていただきます。では、先ほどちょっとチャットの方でも簡単に言ったんですけど、いいね、数が多いものからですね、回答を進めさせていただきます。まず、色差系について測定をできる対象物の大きさあるいは厚みはどこまででしょうか。まあ、これは多分FD5 に限った回答になると思うんですけど、コニカミノルタさんは回答よろしくお願いします。コニカミノルタの吉岡です。よろしくお願いします。測定できる対象物の大きさということなんですけど、どう言ったらいいんだ。一応FD5 で測定する測定形のことかなと思ってちょっと理解してちょっと説明させていただきます と、測定形は丸 3.5 ミリです。まあそれより大きい測定物で、まあ、測定していただけたらと思います。あと厚みについてなんですけども、厚みというのは多分その測定するまあ多分今回のプラズマインジケーター等の厚みで多分厚みが測定物が小さかったら弊社の機械なんていうかなターゲットマスクからちょっと斜めに傾いたりすることもあるので、その厚みのことを言われているのかと思いますので、それを意味そういう意味ではですね、一応サンプルの厚みは1ミリまでは、まあ、ちょっとぐらい傾いてもですね、一応正しい値測定するようにはなっております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では続きまして、プラズマ処理後のインジケーターを放置していると色調は軽視で変化するのでしょうか。またインジケーターの最大の色調変化量はどのぐらいになるのかという質問ですね。これは弊社側で。はい、私サクラクレパスの大城です。前回前々回に引き続きよろしくお願いいたします。で、今のご質問ですけども、まず一つですね、インジケーターの色の安定性ですね、処理後の色の安定性ですけども、基本的には色素の分解が終わると空気中ではその変化した状態を保つことができますので、大きな変化はありません。で、その変化というのは、保管条件というのは先ほど FAQ でありましたインジケーターの標準の保管条件で保管しておいていただけましたら、まあ、私どもの実績でいきますと、まあ、1年、2年と経っても変化は認められません。ただその時に注意していただきたいのは、保管条件にありましたように遮光していただくということと、あとは高温多湿を避けていただくと、でそれからあとは反応線の物質から避けていただくと、まあ、それが条件になります。でもう一つのご質問ですけども、インジケーターの最大の色調変化量ですねについてのご質問ですけども、これはインジケーターの種類によって違うんですけども、今回のですね、クリーニング用というシリーズの場合はですね、大体40ぐらいが、最大値になっています。ただこれはですね、そのプラズマの条件によって、色素の分解の程度っていうのが変わってきますので、多少上下する場合があります。はい、ありがとうございます。では続いてですね、照射前のサンプルの LAB の値は
どのタイプでも同じような値なのでしょうかという質問ですね。はい、私の方から説明させていただきます。ご質問内容は照射前のサンプルですね、私どものインジケーター、いろんなラインナップがあるわけなんですけども、それの初期値というのが同じかという、LAB 値が同じかというご質問でしたけども、これはですね、クリーニング用のシリーズで感度が違うものについてはほぼ同じなんですけども、全く一緒ではないです。で、もう一つでいきますと、一つのインジケーターの銘柄のラインナップの、銘柄の中でどのぐらいの、ばらつきがあるかというようなこともちょっとご質問かなと思うんですけども、それはですね、一つのロット内であればですね、変化量というのは非常に、ばらつき非常に小さくて、まだデータ E でいくとですね、1とか2以内に収まりますので、その場合は一つの値を代表して、として使っていただくことが可能です。ありがとうございます。続きましてですね、新川様の事例のトレンド、色差7と5の差は有意な差と言えるのか、これ資料ってすいませんか。はい。お待たせいたしました。ですね、こちらの、デルタ E がですね、7ぐらいから、ずっと5ぐらいまで落ちていっていると、その違いでいくと2ぐらいなんですけども、これは私どもインジケーターの変色としては有意差があるというふうに見ております。というのは、ずっとですね、同じインジケーターを使って、ずっと長期間にわたってトレンドを追いかけてますので、もちろん、デコボコしてるんですけども、長期間で低下傾向にあるということから、これは差があるというふうに判断しております。はい。ありがとうございます。では続いてですね、プラズマインジケーターの色調変化メカニズムですと、赤色の色素が消失を終えるデルタ A の値でも良いかと思ってましたが、デルタ E の方が処理状態をより正しく捉えられるのかという質問ですね。どうですか。そうですね。私の方から、お答えさせていただきます。今のご質問はですね、今、コニカミノルタ様の方から説明のあった色差値、デルタ E という3点のですね、LAB3 つの使った距離、で、表す方法なんですけども、今ご質問では、A 値、赤色、赤みですね、赤色の変化だけを、A 値の変化だけを追っていっても同じことができるんじゃないかというご質問ですけども、結論から言うと、そちらでも、判断していただくことは可能です。で、これはですね、私どもインジケーター、いろんな色の種類のラインナップがありますので、どれもですね、統一して一つのですね、評価方法で、分かりやすく評価していただくために、すべてについて共通で使えるデルタ E という数字を採用しています。ただですね、もうクリーニング用のシリーズに特化して、ずっと使われるということであればですね、A 値だけの変化、あと別のインジケーターの場合は他のですね、例えば明度だけを見てですね、L 値だけを見るという管理をされる、それでもですね、全く同じようにですね、評価していただくことは可能です。ただですね、色の変化する方向性とかですね、そのプラズマ処理条件に応じてですね、どちらがデルタ E の方がやっぱりいいとか、やっぱこの場合はデルタ A がいいとか、デルタ L がいいとか、そういったことは、
個別の事情によって異なりますので、もしお悩みの場合はですね、PI 事業部の方にお問い合わせいただければと思います。はい。ありがとうございます。続きまして、弱いプラズマでも長時間照射すれば、インジケーターは緑、最大の変化になるのでしょうか。もしくはプラズマが弱ければ変化限界があるのかという質問です、ね。はい、インジケーターのことなので、回答させていただきます。まずですね、非常に弱いプラズマ処理を、長時間ずっと当て続けると、どうなるかというと、基本的にはですね、色の変化が累積されていって、変化は徐々に徐々に起こっていきます。ただですね、本当にその微弱な場合はですね、変化がやっぱり認められないっていう場合もあります。これはですね、やはりお使いのですね、プラズマ処理の種類によりますので、もし使えるかどうかという観点でしたら、事前にですね、サンプルキット無償のものをご提供できますので、それでお試しいただくのが一番いいと思います。ありがとうございます。続きまして、今回のプレゼンで FD5 が紹介されてましたが、FD5 がなぜおすすめなのかという質問ですね。はい、まずですね、インジゲーター側からですね、ちょっとご、説明させていただきますと、先ほどもちょっと説明あったようにですね、こう、インジケーターを挟み込んでですね、測定するということで、この空いた状態でインジケーターの場所をですね、合わせやすいっていうのが、使い勝手が一番いいというところがポイントです。で、実際はですね、色彩測定という意味では、FD5 でもですね、かなり、オーバースペックというとちょっと言い過ぎなんですけども、もともとですね、印刷物の微小な色の差を測定するものなので、そういった意味で、性能面ではですね、もう十分な性能があります。やはり使い勝手がいいというところがあります。あとはですね、私ども、社内でですね、このデータ取り、技術データを取るにあたりまして、この FD5 をですね、ずっと使い続けてますので、お客様がもしお使いになられるのを迷っておられるようでしたら、FD5 使っていただけると数値の互換性というのがありますので、そういった面で、その2点でおすすめということがあります。コニカ様の方で何か、おすすめの点があったら、よろしくお願いします。はい、もうほとんど同じなんですけど、あとは一つ付け加えるならば、やっぱり紙とかを、測るという目的で作られてまして、いわゆるそういう、平面なものについてはですね、ターゲットマスクという付属品がついて、いわゆる狙いどころが目視で分かりやすいというのと、平面物に対してすごい安定して測れるというところが長所かなと思いますので、今回のそういうインジケーター測定するには非常に適しているんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。続きましてですね、お問い合わせをいただいているので、机の上にマットを敷いていますが、測定に影響するからでしょうか。これ、今回のサンプル食色の動画に載せていたマットですかね、を見てたと思うんですけど。はい。じゃあ、私の方からですね。結論から言うとですね、今回のインジケーターは、インジケーター自体が、不透明なものになりますので、その下のマットの種類というのは、測色に影響するからというよりも、インジケーターが、滑らないようにとかですね、そういった意味で下敷きを置いているような状態になります。で、これがですね、インジケーターではなくて、印刷物で紙を測定する場合で、薄い場合は、下地の色が、透けて見えてですね、測定に影響するということもあります。はい。ありがとうございます。続きましてですね、同じインジケーターでも O2 や M2 等のプラズマに反応 しますが、相関性はありますかという質問ですね。はい。ですね、プラズマインジケーターの
まあ、反応性について酸素と、窒素ですねの、相関性ということで、それをどうでしょうか、私のちょっと理解が間違ってるかもしれないんですけども、酸素プラズマと窒素プラズマを分けたときに同じ色になったら同じ処理になってるかという意味での、相関というか、評価の比較ができるかというご質問であればですね、それは難しいです。これはやはりですね、違うプラズマの場合はそれぞれ活性種が全然違いますので、それ同士とインジケーターの色素の反応と色素の反応とそのまた表面の反応っていうのはそれぞれ違った相関の、まあ、係数といいますか傾きがありますので、同じ色になったから違うプラズマの色でも同じ処理効果になったということを言うのは非常に難しいです。はい、ありがとうございます。ここでじゃあ色差系関係の質問にも答えさせていただきます。FD5 修理や返品を行った場合、以前の色差結果との差異はないかどうかという質問なんですけど、こちらはコミカメドルタ様の方でお答えていただけますでしょうか。修理に関して、はい、修理の場合ですね、修理と点検の場合ですね、それはまあ、弊社の方で一応発色の基準っていうのがございまして、必ずその基準に、必ず調整してからお返しするって形になりますので、以前からのそのデータとの差異っていうのは、まあ、ほぼ、変わらないっていう形になっております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では続いて、インジケーターの色合いにムラやボンプがある場合、全体の色調平均値ではなく狭い領域に限定して数値化することはできますかという質問ですね。はい、私の方から、説明させていただきます。このインジケーターですね、私どもの、まあ、今回のクリーニング用というシリーズですと、この 10mm の丸になってるんですけども、まあ、稀にですね、この10ミリの中でも分布がある場合があるんですけども、その場合その10ミリの中を細かく分割して測定できるかというご質問だと思います。でこれはですね、今回のコニカミノタ様の装置というのは 3.5 ミリなので、 3.5 ミリで何箇所か測定するということは可能です。でさらにですね、もっと言いますと、まあ、これはコニカさんの、ものではないんですけども、もっと微小な面積をですね、細かいところを見る色差計というのも世の中にはありますので、そういったものを使えばより細かいところを見ることができます。で私どもですね、本業の方は筆記具のメーカーですので、筆記具の線の幅を 0. 何ミリというような幅を測定する機械、弊社持ってますので、もしですね、そういう微小な面積の変化というのを測定したいというご要望ございましたら、一度 PI 事業部の方にご相談いただければ、測定を受けたまることができるかもしれませんので、またご検討ください。ありがとうございます。続いて、こちら、色差系関係の質問ですね。色差測定は外部の環境、イエローライトなどの影響を受けますかというような質問です。こちら、コニカミノルタ様、ご回答お願いします。はい、外部環境、いわゆる、そうですね、蛍光灯とかそういう外の外光の影響を受けるかという意味かと思いますけども、基本的には、その狙ったところで測定するときに機械を、まあ、倒して測定物に、まあ、ほぼ密着させて測定する形になりますので、まあ、その時は外光の影響はほぼほぼ受けないように、なっておりますので、特に外光の影響を受けるということは、ございません。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。続いてですね、
そうですね、変色後のインジケーター内で色ムラがある場合の色差はどのように計算されるのかという質問ですね。これはどうですか？そうですね、じゃあ、 インジケーターの方なので、変色後のインジケーターの、まあ、先ほど言ったこの丸の10ミリの丸の中でムラがあった場合に、そのまま測定したらどうなるかということなんですけども、色差計はですね、ムラがあった場合、例えば 3.5 ミリの丸の範囲内、すべてのものの平均値になります。はい。はい、ありがとうございます。続いてですね、こちらの、インジケーターはデルタ EAB、スカラー量の変化で見るとのことですが、変色の向きは気にしなくても良いのかという質問ですね。はい、インジケーターの変色ですので、私の方から回答します。インジケーターの量、デルタ E という数字が、その、ある点からある点の距離だけしか見てないので、これがこうなってても、こうなっててもですね、こうなってても同じ距離になるので、その向きは関係ないのかというご質問なんですけども、まず、一つあるのはですね、一つのインジケーター、特に今回のメインで説明させていただいたクリーニング用というシリーズは、色の変化というのは基本的には1種類しかないので、方向というのはもう自動的に決定されてしまいます。ですので、通常のご使用であれば、もうこの方向の中の距離だけを見ていただくことで評価をしていただくことができます。で、例外的なところがいくつかありまして、まずは別の銘柄ですね。例えば私ども耐熱性ラベルという無機色材を使ったものがあるんですが、これはですね、一つの銘柄でいろんなガスの種類に応じていろんな色の変化がありますので、この場合は注意が必要です。で、もう一つはですね、今回の色差、有機色素を使ったタイプ、クリーニング用でも変化が飽和していくときに色素で緑が残るはずに、ように設計してるんですけども、オーバーレンジするとですね、緑の色素も消えて白色になっていくときがあるんですけども、このときは色の変化を追っていって、現物見ていただいて、ちょっと白っぽくなっておかしいなということは確認していただいた方がいいと思います。この2点ですね、ご注意いただければ、基本的にはデルタ E という距離 このスカラー量の数字だけで評価していただいて問題ないというふうにお考えください。はい、ありがとうございます。続いてですね、プラズマ洗浄前のインジケーターの色差個体ばらつきはどの程度かという質問です。はい、インジケーターのばらつきですけども、2つありまして、1つはですね、1つのロット内でのばらつきですね。これはですね、非常に小さくてですね、デルタ E という数字で表すと、大体デルタ E2 ぐらい収まります。で、もう1つはですね、ロット間ですね。インジケーターも製造ロットがありますので、ロットをまたいでですね、使用した場合のばらつきということでいくと、これはですね、色差で表現すると結構大きな差がありまして、デルタ E で5ぐらい、5からですね、8ぐらいある場合があります。ですので、ロット、もしですね、長期間、先ほどシンカー様のように、長期間のトレンドを見たり、評価をずっと継続される場合はですね、ロットをまたぐ場合というのは、基準色を改めて測り直していただくということを、していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。続いてですね、O2 インジケーターに CDA の用いた真空プラズマ処理を行った場合、色素による変色の割合はどの程度か。知性あるものの影響がありますかという質問ですね。はい、ご質問の内容はですね、インジケーターは酸素クリーニング用のもの固定で、ガスの種類が、CDA ですので、いわゆる空気の組成ですので、酸素と窒素の混ざったものになるわけですので、要は混合ガスでプラズマ処理した場合に、どうなるかということなんですけども、まず一つはですね、
例えば今回の窒素と酸素のプラズマ、混合ガスでありますと、それぞれがどのぐらいの比率だったかとかいう、そういうですね、作用を切り分けるような、機能というのはインジケーターの変色で見るのは難しいです。であとはもうガスの組成固定で、他の条件ですね、処理時間であったりですね、処理のパワーであったり、そういったものを振っていただくと、ちゃんとそれの変化というのを見ていただくことが可能です。この考え方は窒素と酸素だけではなくて、例えば酸素アルゴンとか、アルゴン窒素とかですね、それとか三者の混合とか、それでも同じような、考え方でして、混合ガスの場合、それぞれの作用を切り分けるほどの精密な測定というのは、インジケーターでは難しいですけども、それらの条件が一定であれば、処理時間であったりですね、処理の強さに対してですね、評価をしていくということは可能です。はい、ありがとうございます。では、ここで色差系関係の質問にもお答えさせていただきます。FD5 構成時の色の標準器などは市販されていますかという質問です。こちら、コニカメノルト様お願いできますでしょうか。はい、FD5 構成の色の標準器ですけども、ちょっと標準器っていう定義なんですが、まあ、我々では、まあそのまあ、標準器っていうのは一応工場というかの中に、ありまして、まあ、それは批判しているものではちょっとないので、多分ご購入いただくことはちょっとできないと思います、はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。そうですね、では続いてが最後の質問とさせていただきます。色差系は基準習得時に絶対値 LAB を取れるようですが、変色後の インジケーターの変色値のみで管理ができない、絶対値のみで管理ができないかという。はい、そうですね、絶対値による測定評価ということなんですけども、これはですね、プラズマ処理、まあ、色差の代わりに LAB の測定値で管理できないかということだと、思うんですけども、そのように理解したんですけども、これは可能です。で、私どもも実は社内のプラズマ処理の、評価の場合はですね、まあ、色差も当然見るんですけども、 LAB 値それぞれの値がいくらになったということを見てですね、管理する場合もあります。ですので、ご質問の内容としては LAB 値の絶対値だけを見て管理するということは可能ですというお答えになります。ありがとうございます。すみません、質問がかなり多くてですね、ちょっと時間内にお答えできなかった質問もございます。お答えできなかった質問についてはまた別途メールあるいは電話等でちょっとご説明をさせていただきますので、しばらくお待ちいただけますでしょうか。申し訳ございません。ではですね、定刻5時になりましたので、これをもちましてウェビナーの方は終了させていただきます。後ほどですね、このウェビナーを終了した後にアンケートが表示されます。で、そちらのアンケートの方をご協力いただきましたら、今回 のプレゼン資料およびですね、先着様順にですね、色差系の、プレゼントですねを実施させていただきたいと思いますので、回答の方よろしくお願いいたします。すいません、1時間に及ぶ時間でございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またウェビナーの方は企画させていただきますので、次回も参加のほどよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。